ご視聴いただきありがとうございます。今日はお休みで家でゆっくりしていたんですけど、やっぱり急に車中泊に行きたくなりまして、急遽東広島市にある湖畔の里福富というところへ向かっています。今途中にある奥屋パーキングエリアでちょっと休憩をして、今からもう少し高速を走らせて向かっていきたいなと思います。それでは行ってきます。今からちょっと暗くなる前にセッティングできたんですが、コインシャワーを先に浴びてこようかなと思います。もうすごい汗だくです。暑いですね。じゃあちょっと行ってきます。誰でも使っていいみたいなコインシャワーみたいなので、ちょっとやっぱり汗すごくかいたので、あるなら利用しようかなと思います。よいしょ。ここ
かです。シャワールーム、3分200円ですね。大丈夫かな。じゃあちょっとどこにしよう。あ、電気ついてる。あ、案外綺麗。いや、これ使える。よいしょ。タオルを押して、じゃあちょっと3分、1回200円。あら、3分、ちょっと待って、よいしょ、じゃん。あ、本当だ、3分200円。頑張って3分で入ろうかな。無理だな。よいしょ、じゃあちょっと入ってきます。行ってきます。暑い、暑い。よいしょ。はい、大丈夫ね、綺麗ね。OK。じゃあありがとうございました。さっぱりした。暑い。よいしょ。今気がついたのですが、電池を入れてくるのを忘れました。すごく涼しかったので、ちょっと網戸つけてるから窓を少し多めに開けて、扇風機で外の風を入れてみようと思います。なんとかご飯が炊けたみたいなので、それでは今からお楽しみのご飯タイムにしようと思います。キリンタンデーです。いただきます。
美味しい。今の車内の温度がなんと35度になってしまいました。今からちょっとドアを開けて空気を入れ替えようかなと思います。今窓ちょっとドア全開で空気入れ替えてます。料理すると暑いです。汗拭きシートはギャツビーが大好きでいつも使っています。ブランケットはクッションカバーに収納しています。それでは汗も拭いて歯磨きも終わったのでもう寝ます。おやすみなさい。
ようございます、ポータブル電源の残量が 18% しかなくて、今から朝ごはんを作ろうと思うんですが、ちょっとサーキュレーターつけてるとどうかなと思うので、こっちのちっちゃい方、扇風機充電しながら、このモバイルバッテリーで充電しながら使っていこうかなと思います。まずパンを焼きます。昨日はすごく暑くて、あれから全然寝つけなかったんですけど、本当に暑すぎて、あ、そっか、電源入れてない。ちょっと先にバターが溶けないといけないので、先にかけておきます。いただきます様でした。やっぱりおうどん食べれなかったので、持ってきたタッパに入れて持って帰ります。
もう少しゆっくりしていたかったんですけど、もうサーキュレーターも使えないし、涼しくすることがちょっとできないので、安全面を考えて早めにゆっくり帰ろうかなと思います。この子はまだついてます。もう車内34度あるので、ささっと片付けて帰る準備をしようかなと思います。片付けも暑くて大変です。ある程度片付けたら家に帰ってからゆっくりきれいにしようと思います。中に物が落ちないようきちんと整理します。それでは帰りましょう。湖畔の里、福富さん、お世話になりました。残暑が厳しくて暑くて大変だったけど、私なりに暑さ対策も考えて、綺麗な景色と美味しいご飯を食べて楽しくゆっくり過ごせました。また紅葉の季節にここへ来てみたいな。最後まで見てくれてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。それじゃあまたね。道の駅の事務所の方にこういったガイドブックをもらったので、ちょっとダムの方に行ってみようかなと思います。